救いの道、本来の人間、天地創造。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。人間創造。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神である主は、土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。善悪と契約。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。二の根本問題。人間の堕落。現在。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、神様から離れた。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、その野どんな木からも食べてはならない、と神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と仰せになりました。そこで、蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。悪魔の子。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。悪魔の正体。賛美担当の御使い。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。あなたの行いは、あなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。悪魔の堕落。暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。
神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。三つ雲の頂に登り、いと高き方のようになろう。霊界の戦争、悪魔の名。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。未信者状態。悪魔の子。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。偶像崇拝。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし。精神問題。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。肉体と生活の問題。他方、散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くのチューブの者や足の苗た者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。来世の問題。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。子孫の問題。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。人間の方法。善行。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。宗教。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。哲学。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。神様の方法。キリスト、神様の愛。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。キリストの三色。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。受け入れ、命。
誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。心の中に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。信仰と告白。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。神様のこの祝福、聖霊の御交わり。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。聖霊の導き。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。聖霊の満たし。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。暗闇の打ち砕き。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。御使いの助け。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。天国の国籍。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。世界福音化。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。